こんにちは、今日はですね、空調婦人服のファンについてなんですけども、直径の大きさをちょっと測りたいと思います。だいたい9センチですね。9センチになってます。ということは半径は 4.5 センチになりますんで、ここの面積に関しては 4.5×4.5×π、π は 3.14 ですから、計算すると 63.585 平方センチメートルになりますんで、ちびくんはね、自由研究とかやるときに参考にしていただければと思います。空調婦人服のファンの径は約9センチになります。ご視聴ありがとうございました。今日ご紹介した商品は買えますよね。買えます。どうすれば買えるでしょうか。弊社通販サイトアルベロットユニで買うことができます。下にね、リンク先貼っておきますんで、こちらで飛んでご購入いただければと思います。